こんにちは、稲津優です。なんかちょっとスタイリングするんで、スタイリング動画でもあげようかなと思って、なんか似た長さの人とか参考にしてもらえるといいかなと思ってます。起きたばっかりでまだなんかこうボッサボサなんで、こっからもうとりあえず濡らして、そこから乾かしてスタイリングしてっていうのをなんかちょっとただやっていきます。ご参考になれば。ちょっと濡らしていきます。で、僕の場合は結構ダメージがすごいんで、朝の時も軽く保湿っていうか洗い流さないトリートメントをして乾かします。なんかその方がこう仕上がりっていうか、こうスタイリング後もふんわりなるんですよ。でトリートメントつけたら絶対こんなんで、こうちょっと伸ばしてあげた方がいいですね。乾きも早くなりますし。でこの時点で結構分け目ってすげえ大事なんですけど、僕はあえて分け目はつけないで乾かします。なんでかってこう分け目つけてこうパカッとして乾かしちゃうとなんかこうピタッとなっちゃうんで、かっこ悪い。まっすぐ下ろして乾かす。で僕若干こっち分けなんで、若干こっちにこう流しながら乾かしますね。ちょっと引っ張りながらハンドブロー。ただ乾かすより最後の最後で引っ張りながら乾かすと、なんか綺麗にまとまってくる。ハンドブロー、ハンドブロやっぱ分け目ってすげえ大事なんで、ですね。でこの前ここないっすよね。だからある人は耳にかけてもいいかも。で今日使うのバーム。なんか適量って難しいんですよね。なんかその量使えば完璧みたいな。
要はすごい難しいんで、僕の場合ちょっと多めぐらいに出しますね。で手のひらに伸ばして、ここにもこう伸ばす、ここね、ここにも伸ばす。でこうガサガサっていかないで、こう僕の場合はこうまずこうなんていうかアウトラインから作っていくっていうか、で今度ここね、ここここもこうつけていく、丁寧に。でここのここの指の間についてるやつとかでこう握り込んでもいいし、で反対、反対のアウトラインね。でつけ終わったら表面はやっぱここでつけるとベラッとなるんで、やっぱ毛先と前髪にこう、ここのここのここの指の間のやつをこうつけていく。あんまここっていうのはあんまこうつけない、ちょっと僕もう1ヶ月ぐらいカットしてないんでなかなか難しいんですけど、なんていうか前に乾かしてるから ここもパカって分かれないっていうか、分かります？なんかあんま分け目目立たないでしょ。これでなんか 80%90% 終了。でもその後スプレー、ライトスプレー N.2 番を僕の場合ここにつけます。これちょっと持ち上げてだいぶ離して、で皆さんなんかつけなさすぎで、手ぐしを通してそこにタバコをつけるためにこう振るみたいな。固めるっていう意識じゃなくて、なんかちょっとこうタバコを作るっていう意識ですね。同じ長さぐらいの人はちょっと参考にしてみられてもいいかもっすね。どうですか？いい感じ。後ろ見えてないけど。な感じですね。また気が向いたらセーリング動画あげます。ありがとうございました。